イアという植物になります。このメタセコイアは石炭の原木というふうに言われておりまして、今から約6500万年前にはこのメタセコイアという植物が存在していて、それが今でも生き続けているという植物になります。でこういった植物がですね、何らかの理由で地中の中に埋まってしまって、何千万年数億年という長い年月をかけてできたのが石炭というふうに言われております。